スタートしました。バラついたスタート。8番スマートアロー、ちょっと後ろからです。最後方からの競馬となります。まずは2番のカシノハリウッドが先頭に立っていきました。リードを1馬身です。外から7番ウィンバニラスカイ、今600を切りました。前半 1000m65 秒台のペース、一段で4コーナーのカーブへとかかっていきます。カシノハリウッドが先頭を並んでいったウィンバニラスカイで直線に向きました。内を狙ってくるファイアウィード、その後3番手外目からはケツアルテナンゴ、その後からは5番のクリノ大車輪、馬群の中に入ったスマートアロー、坂の上りへと間もなくかかります。先頭逃げるカシノハリウッド、ウィンバニラスカイ並んで200を切りました。3番手6番ケツアルテナンゴ、4番手以降ちょっと離れている、粘っているカシノハリウッド、外から6番のケツアルテナンゴ差し切って1馬身リード、ゴールイン。